こんにちは、フリースピリッツです。今日はですね、再入荷のお知らせになります。こちらのリムピュメルフォリエ P25 のタイプですね。蛇皮が1枚大きく贅沢に使用されているリムピュのメルフォリエの、パイソンレザーのモデルなんですけれども、こちらがですね、以前販売させていただいた際にかなり人気いただいて、すぐに在庫が欠品になってしまったんですが、この度新しく再販が決定いたしました。この度ですね、今回の再販に際しまして、新たに3色ご用意させていただきました。そちらも合わせてご覧いただこうと思います。こちらのベージュ、グリーン、ネイビーが通常のお取り扱いとしてあったカラーなんですけれども、今回からですね、こちらのイエロー、オレンジ、ピンクのカラーが新色として販売されることになりました。こちらのカラーもすごく可愛らしいカラーになりますね。こんな感じで内装はこちらのカラーもダークブラウンで統一なんですけれども、外から見た時のカラーがとても可愛いお色になります。それでは1個ずつちょっと中も開けてご紹介したいと思います。はい、まずはこちらベージュです。かなり符が綺麗に出ておりますね。個体差が出るものにはなるんですが、基本的にはこのお腹の部分ですね、大きい符の部分、鱗の部分を真ん中に取ったようなシンメトリーな形になります。ベージュのカラーも前回女性の方にも男性の方にも人気いただいてたんですが、これもかなり経年変化が分かる、かなりツヤっとするカラーですね。はい、続きましてグリーンのカラーです。今ちょっと自然光を受けてかなり反射してるんですけれども、これもお使いいただくと徐々にこのマットな感じが深いグリーンに変わっていくので、かなり綺麗な、そしてこう渋みのあるカラーを楽しんでいただけるかなと思います。はい、続きましてネイビーです。鱗がかなり細かいものにはなるんですけれども、これもちょっと個体差として楽しんでいただけるかなと思います。ネイビーもすごく深いお色で、パイソンのレザーを初めて使うといった、ちょっとチャレンジしてみたいっていう方にも結構おすすめのカラーとなっております。はい、ではここからは新色のご紹介です。新色1色目はこちらイエローですね。近くで見るとかなりマットな質感になりますが、これも使っていくとかなりツヤっとした表情になっていきます。かなりこうビタミンカラーといいますか、元気が出るようなカラーになっておりますね。内装のお色が基本的にはもうダークブラウンで統一なんですけれども、この内装のカラーともコントラストがね効いて、かなり綺麗なお色味となっております。続いて新カラー2色目ですね。オレンジのカラーになります。私も実際に拝見したのが今日が初めてなんですけれども、このオレンジの絶妙なパステル感すごく可愛いですね。これも内装との相性も抜群で、綺麗にこうオレンジが映えてくれるかなという印象です。これも割と女性男性問わずお持ちいただきやすいカラーになるかなと思います。このマットなカラーが使っていた時にどういうツヤが出るのかとか、どういう色になっていくのかっていうのがすごく楽しみなカラーでもありますね。新カラー3色目最後のお色はピンクです。はい、こちらのピンクすごくなんというか可愛らしいカラーですね。はい、結構春っぽいというか、ちょっと可憐な表情を見せるパイソンとなっております。なんだか内装の色と合わせてみるとアポロチョコみたいですごく美味しそうですね。こういう角度が一番美味しそうでしょうか。これもパイソン使ったことないけど試してみたいなっていう方だったりとか、ちょっと可愛らしいアイテムがお好き、可憐な儚げな印象のものがお好き、上品なものがお好きっていう方にはぴったりのカラーかなと思っております。 MPU ミンテフォリエのパイソンレザーモデル、こちらの再販売と新しくカラー追加というお知らせをさせていただきました。こちらの販売なんですけれども、ネットショップ通販の方は4月22日20時から、店舗の方では4月23日、こちらは開店から販売させていただきます。それぞれですね、数に限りがございますので、また、個体差もしっかり
ている革になりますので、お好きな柄を見て選びたいですとか、あと気になるお色があるという方はぜひ早めにご検討いただければと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。